ました。とても自然豊かで海も透き通っており、島の人もとても優しかったです。シュノーケリングです。綺麗な海の中でウミガメと泳げたからです。本当のサンゴ礁も見れたよね。そうだね。奄美の人から何でも挑戦する姿勢が大切だということを学びました。みんなで協力して何か成し遂げることの大切さを学びました。みんなで奄美に行こう。